にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらしたまえ、御子の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなりまで。アーメン。それでは賛美いたしましょう。どうぞお座りください。これから献金を捧げてまいります。献金は神様への感謝を持って捧げられるものです。
ご用意ない方々は回ってまいります。バスケットに何も入れずに次の方に回してくださって一切差し支えございません。ご用意もらえる方々は心からなる神様への感謝を、また信頼を持って、そして自らを捧げる思いを持って捧げていただきたいと思います。それでは今日の感謝祈祷及びご奉仕を、ジェレミー兄弟にお願いします。Our heads, dear Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for bringing those here today that are here to worship. Pray to be with those that are not here. Keep them safe. Bless them. Bless this offering this time. In Jesus' name. Amen. Amen. ください。賛美いたしましょう。聖書箇所はエペソ人への手紙4章今日の聖書箇所はエペソ人への手紙4章32節から5章2節です。今日は母の日ですね。お母さん方、また夫人の方々、おめでとうございます。お母さん方の労に感謝します。また存在そのものに感謝します。子供は神様からの授かり物と言われますが、母親の存在も神様から与えられたものです。アメリカの母親の創設者、そして知られますアンナ・ジャービスは一生独身でした。しかし母の日にはアンナ宛てにたくさんのカードやギフトが送られてきたそうです。そのことからアメリカの母の日は母親だけではなく夫人に対する感謝の日でもあると言えます。ここにいる皆さんの中でお母さん方、また夫人の方々、独身でも25歳以上の方々ですね、どうぞその場でお立ちください。お母さん方、また、夫人の方々ですね、はい、夫人の方々、はい、そうです、英子さんもリサさんもですよ、はい。いいですか、あちらにも一人ね、
神田さんがいらっしゃいます。お母さん方、夫人の方々の日頃の労、そして存在そのものに感謝を、したいと思います。拍手を持って感謝を表していきましょう。一言祝福をお祈りいたします。私たちの天の父よ、あなたの皆が崇められますよ。私たちの人生の一切合切があなたの御手の中にあることを感謝いたします。私たちが生まれてきたのも偶然ではありません。子供たちがあなた様からの授かり物でありよ、私たちの母親もまたあなたが授けてくださった尊い存在です。今日の母の日に母への感謝を表すことができますように、私たちの母親に豊かな祝福を注いでいてください。何よりもイエス・キリストにあるところの霊的な祝福に預かってくださり、永遠の命に歩むものとさせてくださいますようになります。また今は亡き母親のことを思い起こす方々もいらっしゃいます。この母の日に母親の愛をもう一度思い起こして感謝することができますよ。そして母を与えてくださったあなた様に感謝を捧げる人もさせてください。この社会における女性の存在と働きはなくてはならぬものです。私たちの会社の中にも、家庭において、社会において、そして教会において、母として女性として役割を担っている方々があります。お一人一人の日頃の労に、そして存在そのものに心から感謝いたします。どうかお一人一人を必ずや祝福してくださいますように。しばらくの学びのひととき、真理の御霊をご自身が豊かにお導きください。御言葉によってあなたの御心を悟らせてください。御心を行うものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。どうぞお座りください、今日は礼拝後に軽食が準備してありますので、共に食事をいただき待ち合いをお楽しみください。さて今日の聖書箇所、エペソ人への手紙4章35節から5章2節です。それではお読みいたします。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。世界の多くの国々で母の日は持たれています。しかし国によって由来が違うので日付も違います。アメリカの母の日はアンナ・ジャービスの提案によって始まりました。しかしある方々はアンナ・ジャービスが母の日の生みの親ではないと主張します。皆さんもそう聞いたことがあるかもしれません。と言いますのは、アンナ・ジャービス以前にも母の日を提案した人たちが実際にいたからです。それではなぜアンナ・ジャービスが母の日の生みの親と言われているのか。それは1914年のアメリカ議会で母の日がアメリカの国民の祝日として定められた時の提案者がアンナ・ジャービスだったからです。それゆえアンナ・ジャービスがもう先に出てますね、アメリカの母の日の生みの親だと広く認められているわけです。母の日が定められる6年前、アンナのお母さんの記念式典が行われました。
その時アンナは母親が好きだった白いカーネーション500本を準備し、次のメッセージを添えました。この白いカーネーションは母親の愛を象徴するものです。すなわち清潔、誠実、慈愛、良い香り、美しさなど母親の愛の素晴らしさを意味しています。これが母の日のカーネーションの由来だそうです。アンナは自分の母親のことをとても尊敬していました。アメリカで母の日が国民の祝日として定められた背景には一人の母親の姿がありました。アンナの母、アン・ジャービスです。彼女は熱心なクリスチャンでした。前の方にパワーポイントを出してますね。左側がお母さんで、右側がアンナ・ジャービスさん、母の日の生みの親と言われている方です。私は母の日にアン・ジャービス、このアンナのお母さんの方ですね、アン・ジャービスの生き方を学ぶことはとても有意義なことではないかと思っています。その生き方を一言で言うなら、彼女は神様に習って率先して愛に生きた人だったと言えるでしょう。私人間は誰よりも率先して行動を起こすことがあります。例えばバーゲンセールなどがありますと、誰よりも先にと率先して店に出かけたりします。自分の利益になることなら誰から言われなくても率先して行うことがあります。割り込みしてでも率先して自分が先になろうということさえあります。しかしそんな自分の利益を求めるための率先主義ではなくて、良いことを率先して行うことが大切です。アン・ジャービスは良いことを誰よりも率先して行う愛の人でした。アンは地域の婦人たちを集めてマザーズ・デイワーク・クラブを結成しました。そして病人の世話をしたり、貧しい人たちには無料で薬を配ったりしたそうです。たくさんの子どもたちを病気や悪い環境から救い出しました。教会では長年にわたり500人以上の子どもたちに聖書の御言葉を教えたそうです。また南北戦争で傷ついた人々を手当てしました。詳しい情報ちょっとわからないのですが、彼女が住んでいた地域には北軍の人と南軍の人両方が住んでいたらしく、しかし彼女は地域の婦人たちと共に北軍でも南軍でも分け隔てなく傷の手当てをしてあげたということです。彼女は人々の和解のためにも尽力をしました。南北戦争が終わっても北軍と南軍の人たちは憎み合い激しく対立していたそうです。アンは彼らが和解することができるためにさまざまな企画を催しました。そしてある時みんなで一つの歌を歌うことを提案したそうです。それはオールドラングサインという歌でした。古き友との友情の素晴らしさを歌った歌です。この歌をみんなで歌っているうちに鬼の目にも涙、今まで鬼のような顔をしていた元兵士たちがポロポロと涙を流し始め泣いたそうです。そして憎しみを捨てて互いに許し合い和解することができたということです。
女は教会が助けるべきだ、政府が助けるべきだ、誰かがやるべきだというのではなく、自分にできることを積極的に行いました。人の批判をすることは簡単です。しかし自分がまず行う、人が嫌がってやらないことも自ら進んで率先的に行う、暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょうという言葉がありますが、アン・ジャービスは愛の技を誰よりも率先して行う人でした。もちろん教会や何らかの組織、学校や会社、そして政府のレベルで取り組まなければならない問題というのはあります。しかし自分は何もやらないで批判ばかりしていてはいけません。アン・ジャービスは神様の御心に従い、神様に習い、愛の技に率先して生きた人だったのです。神様の御心を何よりも、そして誰よりも率先して行うことが大切です。先ほど読みいたしました聖書箇所の少し前のところには、古い人を脱ぎ捨てて神にかたどり作られた新しい人を着るべきですということが進められています。そして具体的なことが25節以下に記されていきます。4章の25節から31節までお読みしたいと思います。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。今までの古い人を脱ぎ捨てるというのは、神様に背く不潔な行い、不道徳、公職、情欲、偽り、盗み、苦々しい思いや言葉、憤り、怒り、罵り、悪口、悪意、悪い思い、悪い言葉など一切の悪を皆捨て去ることです。それらの悪は私たちのうちに住んでおられる聖霊を悲しませるものです。悪いことを率先して行うようではいけません。神様に背く悪いことは率先してやめなければなりません。私たちは神にかたどり作り出された新しい人を身につけなければなりません。そのために私たちが率先して行うべきことが4章の32節から5章2節に記されているのです。どうぞご覧ください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、
神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。ここには私たちが率先して行うべき3つの命令が記されています。1つ目は4章32節のお互いに親切にし心の優しい人となり互いに許し合いなさいということです。それは神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにとあります。つまり神様に習った生き方をしなさいということです。主イエスの十字架によって表された神の愛に習って生きていく。自分が神様から許されたように他の人を許して親切で優しいものとなることです。二つ目の命令は5章1節の神に習うものとなりなさいです。愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと言われています。私たちは神様から愛されているのだからそれにふさわしいものとして生きていく。それが神様に習うものとなることです。3つ目の命令は5章2節に記されています。愛のうちに歩みなさいという命令です。ここでもキリストが模範として記されています。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。十字架には私たちの身代わりとなってくださったキリストの愛が表されています。そのイエス・キリストの愛を模範として愛のうちに歩むのです。これらの3つの命令はギリシャ語で現在命令形で記されていますから継続的な意味を持っています。つまり互いに許し合い互いに親切な心優しい人であり続けなさい。神に習うものであり続けなさい。愛のうちに歩み続けなさいということです。つまりそれらを習慣化していくことが言われているんです。3つの命令は神に習う生き方として記されています。イエス・キリストに習う生き方と言い換えてもいいでしょう。実は神に習う生き方は生まれながらの人間の性質にはできないことなんです。私たちはまず生まれ変わらなければいけない。そして聖書は語ります。誰でもイエス・キリストを信じるなら新しく生まれ変わる。それはイエス・キリストの十字架の証によって私たちは救われ新しく生まれ変わることができるからです。2節にキリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりますかとありますが、これは十字架のことですね。十字架はイエス・キリストが私たちを愛してくださった証です。本当なら私たちが自分の犯してきた罪のために
裁きを受けなければいけないのです。私たちが罪の報いを受けるのは当然のことなんです。ところがイエス・キリストは私たちの身代わりとなってくださった。私たちが当然受けるべき裁きを身代わりとなって受けてくださった。旧約時代におきまして、人間の罪に対する神の怒りをなだめるために供え物として動物の生贄が捧げられました。動物の生贄が焼かれて放つ香ばしい香りによって神の怒りがなだめられました。しかしその動物の生贄によって人間の罪に対する神の怒りがなだめられるというのは、本物の生贄が捧げられるまでのひな形だったのです。つまり動物の生贄はイエス・キリストの十字架を教えるためのモデルだったのです。イエス・キリストが十字架の上で神様への捧げ物として生贄になってくださった。それによって人間に罪の許しが与えられる救いの道が開かれたのです。誰でもイエス・キリストを信じるなら罪の許しが与えられます。罪が許されるということは義と認められ神様との関係が回復するということです。そして神様との関係回復として聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださり、私たちを内側から作り変えてくださいます。それは心からイエス・キリストを信じるすべての人に例外なく起こることです。聖書はこう約束しています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストを心から信じているなら誰でも新しく作られたもの、新しく生まれ変わったものになるんです。誰でもです。誰でもイエス・キリストを信じるなら新しく作り変えられ神の子供として新しい性質を持ったものとして生まれ変わるのです。聖書は語ります。愛されている子供らしく愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。母の日の由来の背後には一人の母親の存在がありました。アンナの母親アン・ジャービスは神様に愛されている子供らしく神様に習って愛に生きた人でした。誰よりも率先して愛の技に励み神様の御心にかなう生き方をした人でした。神の愛こそが愛の原点であり愛の源です。私たちも愛の源である神様から愛を注いでいただいて神様に習って愛に生きるものとなっていきたいと思います。もう一度主の十字架を仰ぐことによって神様の愛を確認しましょう。そして神様の愛に満たしていただきましょう。そして愛のうちに歩み互いに親切にし心の優しい人となり互いに許し合う生き方をしていけたらと思います。母親との関係においても父親との関係においても子や孫兄弟や姉妹との関係においてもそして隣人との関係においてもそのように生きるものとなっていきたい。神様から愛されている神の子供らしく神に習う生き方をしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。
慈しみ深い主よ、私たちの霊の眼を開いてくださる、愛に気づくものとさせてください。この母の日も母親の愛に気づき、母に感謝するものとなることができます。また十字架に表されましたあなたの愛の深さ、高さ、広さをますます知ることができるように、私たちを導いてください。そしてあなたの愛に習い、愛に生きるものとなることができますよ。どうか聖霊様が私たちを愛で満たし導いていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご起立ください。賛美いたしましょう。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきを交わり、御前に集いしわやらかい主一同の恵み、全世界のあなたの民の恵み、豊かにあふれるばかりに、とこしえまでもあらんことを。アーメン。アーメン。今日は今、エリちゃんとジョンさんは、他のところに行っているようですけど、カナさんとですね、ご家族が久しぶりに、ご出演くださいました。歓迎したいと思います。タクヤさんも2週間前ですかね、日本から戻ってこられまして、無事お母さんを日本の静岡の別宅までお届けられたということです。それから、今まだアヒコさん日本に行っていまして、あさって戻ってまいります。どうぞ覚えてお祈りください。そしてそうですね、今日亀沢さんとブライアンは、特に連絡ありませんでしたけど、お休み、ですね。それから宮古さんとご家族もですね、お久しぶりに、ご出席くださいました。皆さんそれぞれお一人一人がですね、このようにして、ご出席くださいました。互いに歓迎したいと思います。主王の報告の欄を、ご覧になっていただきたいと思います。本日礼拝は母の日の愛参会が行われます。お気軽にご参加くださり、交わりをお楽しみください。感謝祈祷、献金の感謝祈祷よりご奉仕ですが、来週玲子さんお願いいたします。通訳ですが来週マノで、26日玲子さんお願いいたします。それから母の日にまつわる話を掲載してますので各自お読みになってください。それから主法には報告はしてありませんが、来週はペンテコステ、聖霊降臨日、あるいは聖霊降臨祭と言われますけど、キリスト教三大祭りの一つですね。また祈りつつ備えてください。祈祷課題の方をご覧になっていただきたいと思います。先ほど報告しました、アヒコさんのためですね、帰国のため、無事の帰国のためお祈りください。それから、チエさんの娘さん、ティナさんのため、覚えて祈っていただきたいと思います。先週も簡単に、ご報告いたしましたけど、7月の最初、7月3日です。7月3日に、手術を受けられるということですね。おそらく症状からして、
子宮筋腫かなって感じですけど、どうぞ覚えておいてください。痛みもひどいということですね。で、その中出血がそう。出血がひどいですね。そして先ほど事故、車当てられたという。もう泣きつらになって感じ。事故もやったんですよ、ね。トラックと衝突して、それでタイヤが2つ飛んで、でも怪我は全然しなかった。本当に。本当幸いですね。でも相手が 100% 悪いので、まあそれよりも無事で良かったです。そうですよね。はい、守られて感謝です。はい、それからそれで明日、はい、明日から4日間出張なんですよね。うちの娘、薬飲みながら。そうですか。だからそのお祈りもちょっと。どこの出張ですか。メキシコ。メキシコまでは、大変ですね。体調が悪い中、どうぞティナさんのためお祈りください。メキシコじゃない、なんだっけ、メキシコの町。ニューメキシコ。ニューメキシコ。メキシコじゃない。ニューメキシコです。そうですか。はい。でも大変ですよね、今の状況で出張というのは。あの、ちえさんはその、7月3日にティナさんが手術を受けますので、その1週間前ぐらい。大体1週間ぐらい前。大体1週間前ぐらいに、コロラドの方に行きまして、お手伝いをされるということですね。どうぞ覚えてお祈りしてください。それから来週日曜日は午前中、あのノースティクス日本語バプテスト教会でメッセージを取り継がせていただきますので、ぜひお祈りをお願いします。そして今週誕生日、かなさんが明日誕生日ですね。それから、金曜日、3金曜日でした、エリちゃんの2歳、エリちゃん2歳の誕生日をですね迎えました。皆さん、ハッピーバースデーを歌ってください。今エリちゃんいませんけど、カナさん、エリちゃんでですね、ハッピーバースデーを歌ってください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーさん、皆さん、エリちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。皆さん、ぜひお祈りください。また今日は食事前にですね、今月の誕生日の方々のための祝福の時を持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらから以上ですが、皆さんからこの場で特に報告しておきたいことありますか。それでは下の方に急いで移りたいと思いますが、その前にまず私たちは椅子を片付けなければいけません。の片付け、ご協力よろしくお願いいたします。